えー、風フ呂フミです。ということでね、今回は3-0で勝利して、えー、久々の勝利ということでですね、えー、玉川倉四湖を振り返っていきたいなというふうに思うんですけれども、いや、ようやく勝てたっていうところもありますし、 やっぱりね、えー、今シーズン、えー、初めて、まあ、スーパーカップを除いた試合で、えー、初めてなんかこうチームが一、ねえー、つになって戦えてるっていうような、えー、そういうふうに感じた試合でもありますし、まあ、あのスコアだけ見ればね完勝、まあ、っていう言葉も使えるかなという風に思ったんですけれども、まあ、今回、快勝ていう言葉を使わせていただいたっていうとは、ねえー、FC 東京も、ねえー、しっかり強かったというところで,です、ね、そこをしっかりと、えー、強かった FC 東京をがっと上回って、えー、勝てたっていうところが このスコア解消っていうちょっとね言葉を使わせていただいているんですけれどもその中でですね決断と覚悟ということですねこの画像の中には映ってない2人の鬼木監督とそれからちょっと今日は当の選手にフォーカスを当てて話していきたいなというふうに思いますけれどもということでですね第5節 FC 東京戦玉川倉シ子の振り返りということでですね FC 東京戦のメンバーとして 結果、それからですね「不屈の男鬼木徹」「覚悟と進化」「等のダイヤ」「アカデミーがつなぐ未来」「タイミングの妙」「土グ判定」についてというところですね話していきたいなというふうに思いますしまあそれ以外のねちょっとしたあの、まあ、ご報告というかね一番最後にしたいかなというふうに思いますんで是非ですね最後まで見ていただけたらなというふうに思いますということでまず FC 東京戦のメンバーですねかなりまあ 中断期間中に変えてくるんじゃないかなっていうふうには思ってましたし、まあ事前の報道でもねですね、2ボランチになる、ダブルボランチになるっていうことで、まあ4231の、ええー、あのー、 システムに戻したっていう形ですね。で、ゴールキーパーもソンロン選手に変わりました。で、センターバックは高井選手、ジェジェル選手ということで、今季初の組み合わせになって、右サイドバックに瀬川選手、左ウィングに遠野選手ということで、かなり大きく入れ替わるような形でしたし、右サイドバック瀬川選手はね、結構僕はえっとサイドバックの瀬川選手結構好きで、まあ、あの、 いいいかなっていう,ふうには思ってたんですけれども、えー、やっぱりね、あのー、フォワードの選手なので1対1の守備のところですね ACL なんかでの試合でも見ていて思ったのがそこの対応力がちょっとね、えー、まだ、えー、適用しきれてないのかなっていうふうには思っていたんですけれども、えー、この試合ではねかなりそこも、えーまあ、完全に、えー、上回ってたっていうわけではないんですけれども、えー、改善された部分もあり鬼、えー、木監督としてはね、まあ、仕込んでた部分っていうのももしかしたらあったのかもしれないなっていうふうに、えー、非常に たたっていう感じでしねそれから高井選手とジェジュ選手の組み合わせこれちょっと心配していたんですけれどもかなり2人ともパフォーマンスが良くてそういったところですね今後マリノス戦町田戦とちょっとね詰まった日程にはなるんですけれどもこの2人で行くんじゃないかなというふうに思いましたし全体を見てもかなりいいパフォーマンスだったのでチームとしてす晴らしいパフォーマンスでしたので。 ここはね、えー、逆に試合が感覚が詰まってるいる というころがですねポジティブに働くんじゃないかなというふうに思いますね。このメンバーで固めていくというところですね。ポジティブに働くんじゃないかなというふうにメンバーは試合を見て感じたということになります。試合結果も3対0ということでスコアだけ見れば完勝という形になるのかなというふうには思うんですけれどもボール保持率見ると意外とね52対48で決行してたと全然そんなイメージはないんですけれどもそこもね 含めてちょっと圧倒してたような、えー、錯覚をしてしまうほど、えー、試合内容も素晴らしくて、まあ、これっていういったのはシュート数にもね現れてますね20本対5本、えー、枠内シュート数でも6本対1本ということでまあ本当に、えー、の <coughs> 中身が。 えー、素晴らしかったなというふうに思いますし、まあ、脇坂選手のゴールっていうのはちょっとね、えー、相手からしたらちょっとアクシデント的な、えー、失点だったかもしれないですけれども、えー、山田選手と立花奈選手のゴールもあり、えー、それからですね、まあ、オフサイドにはなってしまいましたけれども、まあ、エリソンが、えー ネットしっかりとねえ複数スコアで、えー、それから、えー、やっぱりここが一番大きいと思うんですけれども、えー、無失点で勝てたっていうところがね非常に大きいかなというふうに思いましたでえっとまず不屈の男鬼木るということでねま鬼、あ、木監督についてちょっとまず話していきたいなというふうに思うんですけれどもまずねたぐ、えー、まれなる決断力っていうことでまああの 男の仕事は決断が8割みたいなね、えー、そういうかっこいい言葉もありますけれども、まあ、変える変えないそういったね、えー、決断っていうのが、えー、この試合随所に出ていったっていうふうに思いますし、まあ、苦しい、えー、展開になった時にこのね鬼木監督の決断によって今までチームが好転してきたと。で、まあ 監督の、えー、と仕事っていうのはこの決断っていうところが、えー、大きいかなというふうに思うんですけれども、えー、やはりですね、えー、監督という仕事で、えー、最後は、えー、どうしても首を切られてしまうというケースが非常に多いとでその、えー、どうしてそう首を切られてしまうかっていうとやはり結果が出ないことで、えー、自分のやり方にあの固執してしまうというところで,ですね、えー、まあ,あの そういったところで負のサイクルにどんどん落ちてしまうみたいなもしくは買いすぎてしまってバラバラぐちゃぐちゃになってしまうみたいなそういったところでですね決断のところをミスするみたいなところでチームがバラバラというかになって最後はちょっと解任されるみたいなケースっていうのは非常に多いかなというふうに思うんですけれどもそうなりかけたところでですね そ鬼木監督が決断することっていうのがま試合になっていざ試合になってまあポジティブに好転してそこからまたね立て直していくみたいなそういうケースが今までまあ何度もあったわけですけれどもそこの部分っていうのね決断力変えるところ変えないところの決断力っていうのが鬼木監督非常にあの才能たぐいまになる決断力の部分で鬼木監督唯一とはええ 唯一というか、もうク監督だからこそっていうようなね、今回の立て直しだったのかなというふうに思いますし、今回良かったところ一つとして、ハードワークとか即時脱会が復活したなっていうふうに思います。この2週間でね、そこがね、あ,のあそこまで復活させるっていうのはね、これ鬼監督の決断力とか、それからですね、指導力っていうところの非常に表れてたところかなというふうに思いました。でえっとまあ、次の試合に向けて一つ またね、えー、決断が迫られている部分っていうのがあるんですけれども、えー、それがマルシーニョかトウのかっていうところでですね、まあ、トウの選手は今回、えー、非常に良かったですし、まあ、進化が、えー、見て取れるというところで,ですね、えーまあ、チーム全体を見ても マルシーニ選手を使うのか、次、のチーム全体のとしてのパフォーマンスを見たときに、マルシーニ選手を使うのか、トウの選手を使うのかっていうところがですね非常に難しい決断を迫られるんじゃないかなというふうには思いますけれども、鬼木監督、どのように決断するのかというところですね、僕はシンプルにトウ選手いいんじゃないかなというふうに思っていますということで,で、すね次の。ま 日程は詰まってますけれども水曜日のマリノス戦でですね尾木監督がどういう選択をするのかなというところをですね注意深く見守っていきたいなという風うに思ってますそれからですね覚悟と進化ということでですね当の選手今回ちょっと取り上げたいなという風に思いますけれどもえっとですね最近ですね移籍コメントでなんかあの覚悟を持って移籍しましたみたいなそういうコメントがね、なんか頻発しているっていうことでですねなんかその 覚悟っていう言葉が、えー、薄っぺらいなっていうふうに、あのーまあ、思っている部分もあるんですけれども、まあ、そういう、あのー、覚悟とかいうか言葉を、まあ、簡単に使うなっていう話ででえっと都の選手、えー、逆にですね移籍をしないことで、えー、覚悟を示したというところですね、えー、言葉をとしては、えー、覚悟を持ってとか、えー、そういう言葉で、えー 何かを表明したわけではないんですけれども移籍、まあ、をせずに、えー、こをフロンターレにとどまってで、えー、そこでポジションを取っていくというようなね、えー、不元の覚悟で、えー、覚悟をちょっと示した。でその中で、えー、さらに、えー プレーの中で、えー、まあ進化を示したっていうわけなんですけれども、えー、今までのね遠の選手ってどちらかというとね、えー、自分で持ったら、えー、最後は、えー、自分でシュートするための、えー、プレーの選択っていうのがほとんどだったっていうところで、まあえー、よく言えば遠の、えー、選手のところから。えー 突然ゴールがが生まれるることとあ悪く言えば視野が狭いので遠野選手のところで逆に奪われてしまってチームとしての攻撃が成立しないというようないい面悪い面両方あったんですけれども今回の遠野選手のプレーは視野がかなり広かったし遠野選手がボールを持ってためを作ったことで周りを生かすプレーをしたと。 いう感じでりました1個前の動画2個前の動画でイ選手とヒカルタ選手にフォーカス当てて黒子のプレイヤーが足りないことで今はフロントアレっていうのがうまく回ってないんじゃないかなっていうふうなことを言ってましたけれども家永選手のねすごいパフォーマンス家永選手良かったですし三浦選手もどんどん攻撃参加してアシストというか。 得点に関わる場面もありましたしゴール前でね入っていてシュートっていう場面もありましたしそういったね、えー、飯長選手の、えー、幅広いエリアに顔を出してプレーをするみたいな家長選手の、まあ、一番いい時のプレーっていうところだったりとか三浦選手の攻撃参加っていうのをね促すような黒子的な役割っていうのをね非常に 選手今回こなしていたことでチーム全体の攻撃っていうのがねうまく回っていったのかなっていうふうに思いますし正直ね遠野選手はこういうふうに進化すると成長するっていうふうにね思えなかった部分もあったのでこれは非常に驚きましたしなんか本当試合中ちょっとねぶっちゃけ涙が出るぐらい出てはいないんですけど涙が出るぐらいちょっとね遠野選手のこの進化っていうか成長とその裏に 見える覚悟っていうのが非常に嬉しかったなっていうようなねそういう試合でしたと今までちょっとあの 小林選手と伊江永、遠野選手を同時起用するっていうところにですね、途中から投入するっていうところだったんですけれども、ちょっとね、その采配の意図がちょっとよく分からなかったんですけれども、今回のね遠野選手のこのプレーぶりっていうのを見てね、非常にその、鬼木監督の采配の意図っていうのがようやく分かったっていうところですね、素晴らしいプレーだったと思いますし、ここがですね、遠野選手の晴らしいプレーをしたっていうことがですね、 次節マルシーノ選手と遠ノ選手どっちを使うのかっていうところがね非常に悩ましいなっていう部分もありますのでそこはですね鬼木監督がどういう選択をするのかっていうのをね少しちょっと楽しみに見ていきたいなというふうに思いましたそれからですねアカデミーがつなぐ未来ということでこれはですね83分の山田選手のゴールなんですけれどもこれ高井選手山内選手山田選手とアカデミー出身者でつないだ得点で 得点が生まれたとでアカデミーってやっぱりクラブの宝ですしあのやはりですね、えー、海外に、えー、例えば移籍したとしても行った海外で、えー、さらにえー、っと結果を残して移籍を繰り返すことで、えー、クラブに収入が入り続ける選手でもあると思いますし、えー、どんどんですねアカデミーの選手っていうのは、えー、特に高卒で <laughs> あの高い選手のような選手っていうのはええー 早いうちからねどんどん海外に出すべきだというふうにちょっとね僕は思っているんですが鬼木監督からしたらねチームのね軸に育て上げたのに出ていったら困るみたいなそういう感覚っていうのはねあるしだろうし、まあ、高井選手の,あの、まあ、若さゆえのその。 試合の主軸に据えづらいっていうところはですね、まあ、そういうところにもあるんじゃないかなというふうには思うんですけれどもクラブのそういった意味では宝ですしやはりですねアカデミーの選手が海外行ってどんどん活躍することでさらにね有望な若い選手がフロンターレのアカデミーを選択してくれるっていうようなところでねそういう好循環も生まれるかなというふうには思いますしそういったところにもですねもっとどんどんアカデミーの選手使ってほしいなというふうには 思ましたととというころですねあと1個、さっきの遠の選手の話に戻るんですけれども、ここですね、視野を広げて対面を作り、周りを浮かすプレーていうところですね、プレビューの動画でですね当の選手とエリソン選手のちょっと連携がいいんじゃないかなっていうふうに少しねあの想像で言ったんですけれども、との選手もスルーパスからエリソン選手に抜け出して、ドグソで、えっと、 選手ゴールキーパー退場になりましたけれどもそういうシーンもあったりとかして本当に当の選手の選択肢っていうのが非常に増えているなっていうふうにちょっと言い忘れたことなんでちょっと戻って言わせていただいたんですけれどもそういったところを当の選手の不言の覚悟とそれから示した進化というところですねちょっのしっかりと話を聞きたいなっていうふうに思ったところでした。と というところとあとタイミングの妙っていうところでですね、まあ、逆だったかもしれねえっていうところでですね、えー、前節、えー、解消福岡にね3対1で、えー、しかも内容も伴って解消した FC 東京と今回の試合はかなり排水の覚悟で臨んだのかなっていうふうに思いますフロンターレとしてはでこれが逆だったかもしれないって何かっていうと例えばですね から三試合勝利なしで苦しんでいたところにしかも攻撃もなかなか振るわないというところでですねただ守備は硬かったわけなんですけれどもそこでですね前節の福岡戦で三対一でこの荒木選手のゼロトップシステムを採用してそれが走行して三対一で勝利したということなんですけれどもそのねいい形っていうのをこの 玉川クラシコで、えー、しっかりと示して、地、え、盤、ー、を固めて勢いに乗っていきたいというようなね、えー、そういったね、東京の意図としてはあったかなというふうには思うんですけれども、えー、それがですね、何、えー、て言うか今までのね、えー、FC 東京の試合にあったような、 えー、守備の硬さっていうのが、えー、かなり、えー、薄れていたかなっていうふうな印象で、えー、かなりですね、えー、相手のディフェンスラインの裏に、えー、今までの FC 東京の試合とは違って、えー、スペースがあったっていうところで,ですね、えーま、ず攻撃をしやすかったと。 いいいううとところもあるんじゃないかなかううに思いますであのフロンターレの、えー、オフェンスの選手がどんどんね裏を狙ったっていうところはねすごく良かったと思うんですけれどもそういった意味でですね、えー、今度はですね、えー、次の試合、えー、フロンターレ3対0で。 FC 東京に勝って新しいサッカーをして3対0で勝利したというところで次節マリノス戦でですねえマリノスも今シーズンあまり勝ててないというところでですねえまあ敗水の覚悟っていうほどではないと思うんですけれどもえそういった意味でですねえー今度は 逆の立場になるかもしれないというところですね次のマリノス戦に向けて勝ってカブトの王を占めようということですねすごく素晴らしい試合内容で勝ったんですけれども同じことをね続けてどんどんあの勝っていきたいなという風に思いましたとま東京のみたいにね少しあのま調子を乗ってというか守備にのスペースを作るみたいなところをね まああの相手はマリノスなんでまあ多少はですね攻められるかなというふうには思うんですけれどもしっかりとハードワークと即時奪回というところは復活が見えましたのでそういったところをですね引き締めて次の試合にも向かってほしいなというふうに思いました。それれからえっと旗野選手のドグ判定についてなんですけれども この判定結構厳しかかったかなっていいう,うに思います僕的には VAR 入ってドグソーなくなるかもっていうふうに思ってたんですけれどもこのドグソーの4要件のうちの、えー、ボールをキープできるまたはコントロールできる可能性というところが、うん、非常にあの疑わしいというかエリソン選手はあれ 接触してなかったとしてボールを追いついてなかったんじゃないかなっていうふうに、えー、ちょっと思った部分があったので、えー、このドグソ判定畑野選手にとってはちょっとね、えー、厳しい判定だったかなっていうふうには、えー、思いますけれどもあとね v r はあのオフサイドあの,のみの検証だったのかあのこのドグソの4要件に関しては、えー 検証されてなかったのかっていうところがですね、えー、非常に気になったところではあるんですけれども、まあ、畑野選手、えー、っと、まあこれもですね、一つ経験だということでですね、えー、しっかりと、えー、っと、また、えー、 出場停止機会が明けたらまた波多野選手は復帰するかなというふうにゴールキーパーとして復帰するかなというふうには思うんですけれどもこの経験はですね勝手にですねまた若い選手でもありますので成長していってもらいたいなというふうに思いますとで次節なんですけれども J リーグ第6節横浜 F ・マリノの戦ということで水曜日19時のキックオフ平日のキックオフになりますけれども日産スタジアムということで近隣のアウェー ととといいいいううこでまま行きやすすかなには思し先ほども話した通りですね勝ってかとの押し目をということでですね今回フロンターレが次節望むフロンターレが今回の FC 東京みたいな立場になりかねないかなというふうに思いますのでそこはですねしっかりと。 復活したこのハードワークとそれから即時奪回のところっていうのはね変わらずにやり続けてほしいなっていうふうに思いますし、まあ、僕としてはマルシーニョン選手とか遠野選手どっちを選ぶみたいな話はありますけれども今日の同じスタメン11人で臨んでほしいなというふうに思います。ということでですね最後にお知らせなんですけれども。 勝利の後の栗の木は最高でしたということで、まあ、僕はトマトソースとキノコのパスタを頼んだんですがやはりですね普通の何でもない日でも栗の木のパスタは最高なんですけれども試合に勝った後の栗の木のパスタは本当に最高でしたということで最後までご視聴いただきましてありがとうございますぜひですねチャンネル登録高評価いただけたら嬉しいですえー、とということでですね、えー 東京戦の振り返りをしていきましたけれどもまたですねこの一つになったフロンターレのサッカーですね次節以降も継続して優勝争いの先生に復帰してほしいなというふうに非常に思っているところであります。ということで黒ファミでした最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ